ぶりですね。そうですね、1年半はいかないですかね、そんなもんですね。生氷なかなか入らないんで、軽く自己紹介をしてから。はい、じゃあどうぞ。愛知支部の5169アニメです。フルネームで。アニメタクミです。ワニベタクミですか。ワニベタクミです。ワニベタクミ。はい、ベタクミ。ベタクミさんですね。ベタクミさんです。そうですね。じゃあ改めてベタクミさん、よろしくお願いします。ベタクミさんします。今回はね、なんかもう一人いる。あ、もう一人いますね。追加できた。どんな面白い名前の方が来るのか、ちょっと呼んでみましょうか。そうですね。はい。呼んでですか。お願いします。5245クラトミ大生です。よろしくお願いします。なんかテンション低いから。ワニベタクミさんらしいんですよ、こっちの方が。ワニベタクミ？ベタクミ。ベタクミ。ベタクミさんらしいんですけど、はい、どんな面白い名前の人が入ってくるのかなっていう振りで、どうぞ。で来たの。どうぞ。聞きましたね。クラトミ大生。なし。無理だわ。ちょっとお二人に今回集まっていただいたのは理由がありまして、はい、ちょっと勝釜のね、今後について話し合いたいなっていう。そんな重要な。これから勝釜がチャンネル登録をどんどん伸ばしていきたいんですけど、まだまだ何が必要だと思いますか、勝釜に。これはなんかあるな、一つ。視聴者の95% がさ、男性なんよ。だで、女性の視聴者をもっと増やさなあかんと思う。アイドル作った方がいいんじゃないですか。アイドル的存在を。あー、男のアイドル。よく分かってます、ね、もう簡単じゃん、話が。来ました。話が早い。でもちょっと、なんか女性人気はあんまりっていう感じなのかなっていう、ちょっとわかんないですけど。普通に失礼なこと言う。普通に失礼なこと言う。強く女性人気があるって。いやこっちはないっすよ、ほんとに。じゃあなんか、前の髪型の時はまだあったんですよ。言うわ。じゃあ本当にまだあったんですよ。でもこれにしてから、受け悪くて。困ってるっていつも相談来ますもん。もうまたさ、女性人気がさ。適当なこと言う。やめて。本当に。で、今回ね、そのアニメさんの女性人気事情に詳しい専門家としてちょっとおいでし。専門家なんだ。専門家なんだ。専門家。専門家としてテレコしてますけど。ちなみに、ちょっと今ね、勝釜ピンチなんですよ。その今ちょうど、黒の元木っていう あの女性コンテンツを失ってんです。あ黒野さんが結婚されて、子供も生まれてってことで、ちょっと女性向けコンテンツが、なるほど、ちょっと柱が一本失われてしまった状態なので。脱いだら、ワニペタ君。脱いでも、ガリガリですよ。本当に。いらないっすよ。筋とか、うん。ないですよね。もうガリガリなんですよ。ちょっと見せられません。本当にね。やだわ。やだわ。やだな、お前が。ここがすごい、ここが。ああ、腕は剣道。ペタ君さん、ちょっとじゃあ。剣道やった。腕の方で。もうこんな感じですかね。あ、顔も。顔も決まってる。ちなみになんかバレンタインデーとか、まあ、モテエピソードの定番といえばね、バレンタインデーみたいな。みんなももらってない。渋滞しちゃったもんね、家の前が。やばいってさ、ダメージが。トラックが、はい、マンションの横つけるんで、渋滞が起きて。ね、何トンですか？え？何トン？何トンが何台？5トントラックが5台ぐらい。ねえ。なしで。ちょっと最後、かっこいいアイドル決め顔で、お二人で。アイドル決め顔。俺いらんだろ、絶対。決め顔でも、これでチャンネル登録を増やすつもりで。ジャニーズ系でいこう、ジャニーズ系。ジャニーズ系？なんか。いや。俺は、ちょっと上の年齢層狙いたいで。うん、可愛い目で行くわ。ああ、なるほどね。可愛い。可愛がられる。甘い弟系で行くわ。いいですね。
内釜大丈夫こちらもちょっと爪が甘かったあと倉富くんがもうちょっと出ると思ってやってるんで、そうですよね、もうちょっと出ると思って出る顔してるんですよ。じゃあでも出そうな顔って何なんかエピソード面白いやつを出す顔してるんですよ。ですよね、そうなんですよ。でももうさ100ゼロじゃん、言える言えないが。100のやつ1回もう1個やばいそれやばいやばい、